それよりもほら、朝食の準備をしないと。藤島さんはトーストをお願いできますか？ですから、風邪なんてひいていませんよ。藤島さんは心配性なんですね。ありがとうございます。でも、本当に大丈夫ですから。さてと、それじゃあ、私はスープを作らないと。おはよう。すぐに朝食をお持ちしますので。いただきます。このスープは誰が作ったの？このスープ、すごく美味しいわよ！誰が作ったの？セナが？セナ、ちょっと来なさい。何か問題がありましたか？いいから、こっちに来なさい。やっぱり、熱があるじゃない。あかり様の気のせいではないかと。全然いつも通りじゃないわよ、この熱は。千秋。はい。セナを部屋に、それから着替えさせて、ベッドでおとなしくさせておいて。かしこまりました。あ、私は大丈夫ですってば！まったく。風邪をひいた時ぐらいちゃんと休めばいいのに。それは簡単な話よ。だってセナが作ったスープが美味しかったんだもの。それもものすごく。あの子、料理を一定の味に仕上げることに関しては天才なのよ。普通は使わないような素材でもあの味に仕上げることができる天才よ。その代わりといってはなんですが、どれだけ高級な素材を使ってもあの味にしか仕上がりません。けれどそのセナの料理が一変する時があるの。ええ、あの子は体調の悪い時だけ世界に名だたる一流シェフにも負けないような素晴らしく美味な料理を作り上げるの。ということで、今日のスープの美味しさから言って熱があると判断しただけよ。今はやめておきなさい。着替えてる頃だろうし、千秋に任せておけばいいわ。
気づけなかったことを後悔しても仕方ないでしょ。今はあの子の看病を考えないと。でも本当に不謹慎だとは思うけれど、あの子が風邪をひいた時の料理って本当に美味しいのよね。もったいないわね。この味を平常時でも再現できれば。38度6分ですか。高熱ですね。そんなにありましたか。おそらく風邪ですね。一日おとなしく寝ていれば熱もすぐに下がるでしょう。今日はおとなしく寝ていなさい、セナ。でもお仕事が。病人の仕事は体調を元に戻すことよ。数日程度ならば月山さんがおらずとも何とでもします。今はおとなしく治すことです。いいですね。ちなみにこれは命令ですので。はい、わかりました。結構。それでは私は仕事に戻ります。また後で様子を見に来ますので。はい。よければ私がついていましょうか。いや、そんな、寝てるだけですから一人で大丈夫ですよ。そう、わかった。私もまた後で様子を見に来るわね。ありがとうございます。藤島さん、どうかされたんですか。え、あの何がでしょう。違います、藤島さんのせいなんかじゃないです。私の体調管理が甘かっただけですから。もっとしっかりしないとダメですね。倒れて藤島さんと千秋さんにお仕事を押し付けてしまって。それはもちろんです。ありがとうございます。さて、それでは今日の仕事なのですが。そうですと言いたいところなのですが、大変申し訳ありません。本日は藤島さん一人でお願いできますか。月山さんにはああ言いましたが、実は本日は金本グループ関連のパーティーがありまして、そちらに泉様がご出席されるため秘書として私も向かわねばなりません。まだ体調の問題があるということで表向きは通しているから、そのうち退院した首里本人が顔を出す予定だから、デビューはこのまま順調にいけば年末か年明けといったところかしら。藤島さんにもご出席いただくつもりならば以前より伝えております。ただ一つ問題があって、そのパーティーには私も行かなくちゃいけないの。この屋敷に残るのは藤島さんと月山さんということになりますね。なんだかいやらしい目つきね。やはり心配ですね。
若い男と女が二人っきりというのは。怪しいわね。下着を見たりしたくせに。そうですね。あかり様、私は藤島さんを信用しても大丈夫かと思います。少なからず仕事を一緒にしてきたのですから。よもや童貞の藤島さんに病人の月山さんを襲う勇気があるとは思えません。そうでしたね。童貞と言われるのがお嫌なのでしたね。よもやチェリーボーイの藤島さんに病人の月山さんを襲う勇気があるとは思えません。ほう、ではあれですか、藤島さんは病気で伏せている月山さんを襲うつもりだと。そんな最低な人間になり下がる勇気をお持ちで。いいわ、その言葉を信用する。では本日は予定のままということで。藤島さんには負担を強いて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。ただ無理をしない程度に。藤島さんまで倒れてしまっては目も当てられませんので。ではあかり様、出発の準備をいたしましょう。ちょっと不安だけれど仕方ないわね。それじゃ行ってくるわね。行ってまいります。言っておくけれど、セナに変なことしたら許さないからね。では、あとはよろしくお願いいたします。これぐらいは普通なんですか？大
きくて温かいから、一瞬お父さんの手みたいって思っちゃいました。どうでしょう、でもけなしてるつもりはありませんよ。寝ることはなかったので、体が慣れていないだけですから。昔、子供の頃に風邪をひいた時、親にそんなことを言われた気がして。藤島さん、本当にお父さんみたいです。はい、そんな感じです。ごちそうさまでした。美味しかったです、この雑炊。いえいえ、本当に美味しいですよ。でも美味しいです。一手間加えることも重要ですが、こういうストレートな美味しさも重要ですよ。これなら風邪なんてすぐに治ると思います。本当満足です。藤島さん、料理がお上手ですよね。ですか？今お昼を食べたところなので、あまり希望はありませんが。あ、でも
一つわがままを言ってもいいですか？大丈夫です。藤島さんにしかできないことですから。私、藤島さんのオムレツが食べたいです。ダメですか？お任せします。藤島さんが一番美味しいと思う組み合わせで。はい、そうですね。何が最低なんですか？仕事の邪魔をしちゃ悪いですし、心配をかけるのも申し訳ないです。ごめんなさい。そんなことないです。こうして気にかけてもらえるのは嬉しいです。でもその分お仕事を増やしてしまって申し訳ないので。でも、藤島さん、言葉に甘えさせてもらいます。あの藤島さん、早速わがままがあるんですが、いいですか？眠るまで
こうして頭を撫でていてもらえますか。風が移ると困るので頭を撫でていただけるだけで十分です。嘘つきです。わがままを言っていいって藤島さんが言ったのに。ちゃんと撫でてくれないと嫌ですよ。ありがとうございます。それじゃあ改めておやすみなさい。私のわがままが聞いてもらえてすごく嬉しいです。ありがとうございます。藤島さん、はい、いただきます。おいしいです。本当、藤島さんのオムレツはいつ食べてもすごいです。虜にできる料理があるのは素晴らしいことですよ。私、このオムレツが大好きです。
がまま言ったの子供の頃以来です。そういうわけにはいきませんよ。私はメイドで、あかり様に尽くす立場の人間ですから。でも今日だけは藤島さんに甘えちゃいます。いいんですよね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。それじゃあ、着替えは。すみません。それじゃあ藤島さん、申し訳ないですが着替えを取っていただけますか。パジャマの替えはその棚に。それからその下の棚もお願いします。はい、せっかく体を拭くので下着も変えたいです。
それで、下着は？え？はい、洗濯済みですから。履いていない下着なんて、ただの布と変わらないと思うのですが。こちらは寝るとき用ではないので、できれば右側のを取っていただけますか？ありがとうございます。これなら大丈夫です。大変申し訳ありませんが、本日は戻れそうにありません。パーティーを早々に切り上げるつもりだったのですが、来賓の方々が思った以上に大物でして。あかり様もまだ挨拶をしているのです。パーティーが終わってからも泉様と本宅で話があるそうでして。それで月山さんの様子はいかがですか？そうですか。どうしても苦しいようでしたら、解熱剤が私の部屋にありますので、なるべく早めに戻るようにいたしますので、月山さんをよろしくお願いいたします。あと、不埒な考えは起こさぬように。もし何か良くないことをしようとすれば、手加減いたしませんよ。はい、よろしくお願いいたします。それでは。ありがとうございました。